ヨーロッパを歴訪中の安倍総理大臣、今回もアベノミクスの売り込みに懸命ですが、ロンドンでのセミナーには39歳の2人の若い知事と市長も同行し、我が町に投資をと奮闘しました。2人の訴えはロンドンのビジネスマンに届いたのでしょうか。日本は皆さんの投資を待っています。1日、安倍総理はロンドンの投資セミナーで熱弁を振るった。最前列で聞いているのは三重県知事と福岡市長。39歳の若い2人は海外の企業や投資家を自分の町に呼び込む作戦に打って出ていた。セミナー前夜、高島市長は朝方までプレゼンの準備をしていた。朝7時よ今、日本時間で全然寝てない。眠い。今回はね、ちょっと秘策があってね。投資セミナーの当日となりました。あ、皆さんいっぱい集まってますね。福岡はそして三重は投資に値する魅力的な街なのか、厳しい海外の目が注がれます。果たして高島市長の秘策とは。 In 2013, the British publication Monocle ranked Fukuoka as the 12th most livable city on the planet. そして最後の切り札として出したのは、 The Japanese government has selected six areas as national strategic special zones. Fortunately,福岡 was designated as one of the special zone. アベノミクスの目玉の一つである国家戦略特区は、外資系企業が起業しやすい環境を作るのが狙いで、さまざまな規制緩和や税制面での優遇措置がある。日本の規制でダメだったというものに関しては、ぜひ、福岡市にアイデアをいただければですね、福岡でそれが実現できるように、お力になっていきたい。あ、どうもこんばんは、ご苦労様です。三重ってまだまだこう海外でね、特にヨーロッパとかで知名度全然低いんですよね。そう語っていた三重県の鈴木知事。イギリスで三重の知名度を上げることはできるのか。 I'm going to speak to you today at London to motivate myself. I'm wearing a new Burberry suit.つかみは上々。その勢いで強みを訴えた。Me has the highest projected medium-term economic growth rate out of all prefectures in Japan. その他、伝統好きと言われるイギリスの人々に対し、伊勢神宮や忍者を紹介して伝統のある町を主張した鈴木知事。イギリスの起業家たちに2人の熱い思いは届いたのか。 I learned a lot about Mie Prefecture that I didn't know beforehand. She gave the impression of the sumiyasui type of city that is very. すごく手応えありました。かなり伊勢神宮と忍者のインパクトが強かったみたいなんで、あれは三重県だなっていうのは分かってくれたのかなと思います。本当に海外企業が進出するかは、これからが勝負だ。